朝ごはんも終わり、お父さんと子供たちは仕事や学校に出かけていきました。家にいるのはお母さんとおばあちゃん。お母さんは朝ごはんの後片付けを始めました。そこへおばあちゃんがやってきました。一旦部屋に戻っていったおばあちゃんですが、5分もしないうちにまた台所に来て何かしています。おばあちゃん、何してんの。いい加減しなさいよ。朝ごはん食ってねえって食べ物探してんだってさっき食べた言ったでしょ。食ってねえでがんに。まだおばあちゃんは食べるものを探しています。おー、いいもん、いいうまそうだよ。おばあちゃん、これはダメだよ。何すんで。これは陽子がさ、学校から帰ってきて食べる予定楽しみして学校行ったんだよ。そうだけ、うん、陽子のもん食べちゃダメ。あの子は食い意地が張ってるって。腹減ったりや。お母さんは意地悪だって。いいって。ほら、娘のところに食わしてもらうもうボケてんなって。毎日毎日こんな寝て起きるともうね、食べたの忘れて。またご飯食べたらいい加減にしてちょうだい。とうとうおばあちゃんは怒って外に出て行ってしまいました。お母さんも行っても行っても自分の言うことを聞いてくれないおばあちゃんに、最近イライラが募る一方です。どうですか、こんな場面あるって思いませんか。これは認知症でいうところの初期の段階で起こる記憶障害です。新しいことが記憶できずに、さっきあったことであっても思い出すことができません。ではこんな時どんな風に家族が受け答えをするといいのでしょうか。それでは良い対応例をやってもらいましょう。ある日の朝、山田家では朝ごはんも終わり、お父さんと子供たちは仕事や学校に出かけていきました。家にいるのはお母さんとおばあちゃん。お母さんは朝ごはんの後片付けを始めました。そこへおばあちゃんがやってきました。いい、腹が減ったんや。ふかしたのさ、また見て待ってて。鉄拳もらうの。
はお母さんが用意してくれたお芋をもらってとても嬉しそうです。どうやらご飯を食べてないと言ったことは忘れてしまったようです。認知症の人が食事を食べさせてもらっていないと訴えることは認知症の特徴的な症状です。それではこんな場合はどう対応すればよいかですが、認知症の方が食事をしたのに食べていないと言って食べ物を要求するのは食べたことを忘れてしまう、また脳の満腹中枢が侵されている欲求不満を食べることで満たそうとした結果起こるものです。今食べたでしょと言っても本人は納得できません。これから用意するから待っていてねと言ってみたり、それでも食事を要求する場合はおやつやおにぎりを少し渡すなどして食べることの満足感や期待感を満たしてあげることが大切です。続きまして、これも認知症が進むと現れて家族が対応に困ってしまう症状の代表的な物取られ妄想の事例をやってみます。それでは先ほどと同じようにまずは家族がやってしまいがちな対応からです。山田さんのおばあちゃん、健康管理が大事だと毎日欠かさず牛乳を飲んでいます。今日は牛乳屋さんが牛乳を届けてくれる日です。最近めっちゃ寒くなりましたね。ごめんください、ごめんください、牛乳持ってきました、ごめんください。また今度銀貨で聞こえたあら、おばあちゃん、こんにちは。お、おめさん、どちらさんだったかの。牛乳屋だよ。おー、そうだっけ。大好きな牛乳持ってきたからね。そうだったっけの、うん、ほら、牛乳が好きなんだ。大事だからね、これもちゃんと渡しておきますね。あ、今月もくれた。これ大事だからちゃんと入れといて。そうだけど、ね。
おばあちゃんは牛乳屋さんに代金を支払い、冷蔵庫に牛乳と一緒にお財布をしまってしまいました。おばあちゃん、ちょっと見ていい？涙って、ほら、銀